そうですね、やっぱりこのチームでもう一度自分の力を試したいっていうのと、このチームでタイトル取るために貢献したいと思ったので決めました。いやもう浦和にどうしても勝ちたいなと思ってましたけど、やっぱり浦和は強いなっていう試合をされたんで、さすがだなと思いました。今回は特にそんなにこだわりはなく、サッカーで見せないといけないと思ってるんで、まあ、ただ8番が好きなんで、はい、8がついてる18番にさせてもらいました。まあ、ユニフォームを着て身を引き締まる思いはすごい合いましたけど、やっぱり埼玉スタジアムを外から見たときに、やっぱりここのスタジアムすごいなとか、このスタジアムでサポーターの皆さんの前で試合したいなという気持ちがすごい強くなりました。がむしゃらにボールを追いかけて、みんなが見てて楽しいなと思われるようなプレーをすることが僕の良さでもあると思うので、それを発揮したいと思います。間違いなく日本一ですし、僕は世界にも名を轟かせるぐらいのサポーターだと思ってるんで、そういう印象です。毎週レッズの試合を見に行くのが楽しみでした。サッカーが好きなんで、特にどの選手が好きってことはないんで、まあ、スポーツ見るのも好きですけど、どのスポーツ選手っていうのも特にないです。基本はゆっくり家族と過ごしてます。僕が帰ってきたのは、皆さんの前で成長した姿と、また皆さんとタイトルを取るために帰ってきたので、一緒になって戦ってもらえたら嬉しいです。またよろしくお願いします。